い、皆さんおはようございます。リチャノスケです。さあ、本日も始まりました、ゴリ店長とリチャノスケの今日もゴチになります、キャプテンアズマバージョン。なんと、まあ皆さんね、まあ見たらわかる、シソのやつやんってなってると思うんですけども、私ちょっと髪色機能を変えまして、個人的には私のツイッター見てる方はね、わかると思うんですけど、個人的には気に入ってるシソバーという愛称があるんですけど、まあシソ色のババーってことですよ。で、結構この番組楽しみにしてくる方多くって、はい、やっぱりその絡みが面白い。他の動画じゃあんまり店長さんと絡むとかないし、そう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 、しかもなんか絡み方もさ、ユーモラスやん、ゲームとかして、なんか結構いい感じで、コメントとか、私個人にいただくコメントとか YouTube のコメントとか見ても面白いっていう声がすごい多いんだけど、今日頑張っていこうかなって思うんですけど、まあね、抽選悪くてね、まあ、大体150名ぐらいの入場で、私139番やったんですよ。で、139番やって、うわー何いけるんやろって思って、で、まあ、番長もちろん、その他3大4大構成とかのダイトシリーズ埋まってる、寝台とかも埋まってる、バイオリベ行こうかなって、リセット甘いしなって思うけど、その感じの動きはシャープ1でやったしなと思って、ほなあえて、いつもマイジャグシリーズ盛り上がってるやんですね、だからもうマイフォー行こうと思う、朝からあえての本気の設定狙いのジャグラー叩きっていう。そうなんですよ。で、まあ、ちょっと私気になりすぎて、カメラ回ってないとかしれーっと私朝一引っかいて回しちゃったんですけどそうなんですか実はね、実は前日30と30やったよ、ビッグ30パック30で、結構グラフ綺麗な感じになって、ガックンせんかって今日積もったんちゃうかって、買ったも同然ってことですか。そうそうそう、だから今日あれ、動画の視聴かけるマーサー、はい、10円かけるサイの目、そうですね、私正直その動画が何回やったっけ、現時点で、はい、前回2日前にアップした動画なんですけど、はいはいはい、視聴回数が2466回です。お、2466回、ありがとうございます。ありがとうございます。2466回ということは、まあ、かける10の時点で今とかあるやん、まあ、とかハサ切る切っちゃう、切り上げる切り上げてほしいけど、今2000ぐらいでいくか、じゃあ2466なんで、まあ、2500としましょう。そうですね、じゃあ22500、あ、違います、2466回なんで、あ、そうです、2000でいいよ、あ、オッケー、2446回、2446回、はい、じゃあ視聴回数が2446、すいません、何度もすいません2466でいいか、ここの掛け合いもあえて入れようなすいません、何度も、動画の視聴回数が2466回ということで、まあ、かける10っても、まあ、2万4000とかあるわけやん、まあ、1でもええもん。そうですね、そうやろ、だって私積もってるから。まあでもミニゲームとかあるんで、もしかしてそのミニゲームの内容が半額とかいう罰ゲーム、あ、確かにあるかもしれないんで、ここのサイの目はやっぱしっかりいい数字出してほしいですね。サイの目しっかりやりたいと思います。ちなみに前回その私が投げようかなみたいなのやってたやん。いや、前回でも結構僕も何回も騙されましたけどね、こうカメラではい、それでは投げます。ちょっとちょっと待って、ごめんいじめて、ごめんいじめて、ずっと考えててな、どうやって投げるのがおもろいんかなって、やっぱ毎回パターン変えたいわけやん。びっくりした、関西の血が流れてるから。すごいね、もう僕はもう仕事のことしか考えてない。いや、もう私にとっての仕事はみんなを笑うこと。いや、素晴らしいです、素晴らしいなわけで、まさかの5視聴回数が、まあ、ちょっと切り下げて、ね、まあ、2000回の、まあ、2万円として、はい、かける5なんで10万円ですちょっとこう軍資金の決め方、テコ入れ
ていくかもしれない。あ、そうやな、まあ、ちょっともうみんな笑ってて、たぶん10万円ってほんまに何でも打てるがな。だって旅行行けるがな、まさかの。すごい、ありがとうございます。まあ10万円余裕なんで、まあ1000円でペカペカ祭りできます。ピエロが私を呼んでいる。しそば早く来るだよ。はい、そう、まめっちゃ笑ってる。はい、てなわけで、まあ角のマイフォーから始めたいと思います。オープニングでも言った通り、前日ビッグ30、バケ30、一応6700回転ぐらい回ってます。6796回転回ってて、合算113分の1ですね。結構綺麗に出てんなっていう感じのグラフなんで、で、ガックンはしなかったと思う。いや、さすがにあれはガッツンせんかったよ。映しとけばよかったね。なんか一応周りのマイジャガ4が続々と埋まってきてて、ちょっと待って、ちょっと早めにガッツンチェックしないと周り埋まると思ったから、ごめんなさい、動画が回ってない段階でちょっと1ゲーム回してしまいました。まあ一応ね、過去何回も来てて、ずっとジャグラーの扱いはいいのよ、ほんまに。で、特にやっぱマイジャグ4かなって私は思ってます。まあ、いつも各機種に1台以上はちゃんと当たりっぽいのはあるんで、まあ、どこ狙ってもよかったんやけど、まあ、朝一は、まあ、やっぱマイジャグ4やろみたいなところはこのお店はありますね。でも、もちろん私がお邪魔させていただくときは、まあ、ダイトシリーズ、特に番長3の埋まりはまあ一番早くて、もう台数分の人数ぐらいはみんな番長行っちゃいますね。まあ、毎回毎回癖を変えてくるのかっていうところで、まあ、正直キャプテンになってからはまだ今回で2回目なんで、はい、まあ、キャプテンがどんな感じで今回は番長の島を扱ってくるのかっていうところが個人的には注目している点です。頼むから光ってくれ、お願いお願い、もう8000円入れてる、あんまり正直持ってへん、気がつけば財布の中1万5000円、軍資金は10万円だけど私の財布の中身が10万円とは限らない。シソバーはなかなかブドウが良くないので投資が止まりません。動画の時、あ、やった、アザマル水産行きます。ウィー、306ゲーム、投資が1万円ちょうどです。やだね、ほんまに意地悪やな。こっからね、私サクサク当たる気する。ビッグであれ、嬉しいと思ったら大間違いだよ。単独化けば嬉しいかもしれないけどね、ウチャノスケ的にはね、もうね、追加投資をしたくないのだよ。やっ、変われよ、変わらん。よかった、ありがとうございます。
回転。またや。またよそ見打法してた。負けか。お願い。負けでした。いいよ。この単独負けはなんか嬉しい。知れへんやん隣、隣6っぽいって言ってる。頑張って出してお願い。デロン、お昼の時間になりました。まあ、あの前回に引き続きまして、今回もこのチャンバラごっこって思うかもしれないけど、前回とはちょっと違う形のチャンバラをキャプテンとしていきたいと思います。それではキャプテンをお呼びします。キャプテン、こんにちはキャプテンアクマです。キャプテン刀はどこに置いてるの？すごい、常備してる。すごいな。今回のミニゲームなんですけど、はい、まあ、かつて宮本武蔵が縁をこの中から出ずに戦うっていうシーンが某漫画にありますけど、キャプテンにハンデで足元にあるこの謎の縁の中から出ずに、リサクさんと決闘してもらいます。イエーイ。で、今回ちょっとリーチャーノスケは軍資金がなんと軍資金10万円あるの笑うしかないでしょ。リーチャーノスケが負けた場合は、まあ、ダウンということにしたいんですけど、ここはバトゲームはなんと軍資金半分で。私勝つけどな。もう優しい、優しいですね。3分の1にしましょうか。10割カット。10割カット。何やねん。何かな。ずっと動画見てる方は分かると思うんですけど、私バッチョめっちゃ座りたいから、ね、いつだったら座りたい。前から座りたい座りたい。番長ももしかしたら座るかもっていうのを考えた上でちょっと 100% カットはやめていただいて、やっぱ半額ということでよろしいでしょうか。いいですか。しゃらしい。ありがとうございます。まあ勝つんですけどね。そうだ、そういえばね、ご褒美は私は聞いてなかったなと思って、ちょっとキャプテンに聞いた。ご褒美なんですか。アレルギーとか。しっかり育った。昔アレルギーとかね。しっかり生まれて育った。すくすくと、大丈夫。また朝も。うわー、マジか。え、ね、食べログ星3点。高い。高い。まあ、これどこやろうなんて、ねね。やるの？神戸です。神戸。歩いていかなあかんかなと思ったら、ズコ付近でございました。へぇ、はい、で、先に1個食べましょう。なんでやねん。ちょっと待って、それはおかしい。味見で、味見県の悪い、悪い、悪いなぁ。毒味、何を買って、バターさんのお店なの。なるほどね、だからちょっとしっかりなとこがあった。食べないという選択肢もなかった。それでは、お二方、準備の方よろしくお願いいたします。はい、幅ですよ。何？真剣チャンバラ。よーい、はじめ。
も悪いのに言い訳も悪いわ。後出しで言い訳ですか。ほんまに言ってなかったもんね、始まる前。腰のワード一回も出てないの。もうこれ二人喋りだして止まらないよ、いつも。で、じゃあちょっと午後からちょっと番長も悩ましくなってきたもん。そうですね、かなり状況がいいので、うん、あれば行きたいですね。けどバターサンド食べたいからジャグラーで勝ち逃げでもありみたいな。派手さなくなりますよ。せーなー、ちょっとまだ考えて立ち回りますね。まだ言うてもできるので、そう、頑張ります。はい、てなわけでキャプテンとイチャロスケのチャンバラごっこでした。バイバイ。ごっこなんすか。ごちです。バンジョー行くか。とりあえずフォロワーさんが金閣寺出したんですけど、なんと7度目の正直絶頂入れたんで、私代行させていただきます。目標20個って言われました。20個頑張ります。行きます。いけるいける、マジで頑張ります。ほんまに頑張ってんねん、マジでほんまに頑張ってんねん、私お願い、ほんまに。あー、お願い、許してくれ。あれ、おらんかな。ママ許してくれ、ほんまに。まあジャグラーに続行してもよかったんやけど、いや、よくないよ。もう隣とかその2個横も結構良さそうなジャグラーやって、それで私があのまま続行するはなかなかきついでな。まあジャグラー分からんけどね。ただね、私何が怖いって、番長に来ましたが5000円しかないです。今回はね、もう私やっぱ勝ちたいんで、カメラマンにお金を拝借しようかなと思います。はい、やっぱりね、人の金の方が燃えるんよ。まあ、よく私、マネージャーの武蔵にはそれさせてもらうんよ。じゃ返すから貸してや。あっちの方が出んねん。人の金はひりつくぞ。人の金はひりつくぞ。ゴチです。32ですよ。ネジネジ、これで当たれ。ちゃんと目から。行きますよ。いけー。あ、まだ諦めてないです。頑張れよ。超えろ。もう超えた。17で18。
まに5000円で当たった。楽しみからありがとうございます。手中でいっぱい出る。集めようって言われた。終わった。おっ。行って。あ、いける。お願いしますよ。あざす。あざす。下パネ消えました。ありがとうございます。やっほい。全然狙ってなかった。みちゃおちゃんでいきまーす。えっ、あざまる。マジで嬉しい。マジで悪うるさい。ほんまにありがとうございます。キャプテン勝てる。私
赤赤。行きまーす。もう一回ミサーフしようと思ったらやった、ありがとうございます。名曲ですわ。あと5000円しかない命でこんだけ出たんやったらもうこれ勝ってか勝ちやし、ちょっと今日のご褒美も楽しみやし、さっさと交換してやるぜ。ありがとうございました。ゴチです。寝てるし、寝てるキャプテン、はい、始まってる、はいはい、実践終了しました。あ、もうそんな時間ですか。そうですよ。早いもんですね。いや、もう本当にあのチャンバラ5個の後、なんと私、バンジャスに座れまして、おでね、しかも私、5000円しか持たずいたんです。分資金10万円なのに、そう、分資金10万円なのに私の財布の中にはあと5000円しかない状態だったんですよ、はい、で、まさかのもうラスト1000円で1436枚、ありがとうございます。ということで、私プラスなんです。あいつら敵やな。よくやりましたね、でも。やばいでしょ、チャンバラにも勝って。いや、本当に、ねね、ちょっと、こんな話をしてる場合じゃないですよ、私。じゃあ終わりましょうか。なんでやねん。ありがとうございました。違う、ほんまに違うのよ。一番の楽しみ見えてるんです私こっから。おかしなった瞬間強なる。女大体そうなんで、ね、注意してくださいよ。ということで、リサクさんが今回勝利ということで、はい、こちらですね、ボンボンポテト。なんか名前がいいの。じゃあ、いいですか。いや、もう今日はまた食えるんやろなと思って、自分の好みの味しか買ってない。あ、なんかあるんですね、いろいろ種類がね。そうそう、うわ、なんかすごいすごい、なんか思ってる感じと違う。なんかね、え、すごい、うん、チーズみたいです ね。おしゃれやな。この3種類が入ってました。女子が好きです。まずこちら、ストロベリーで、ピスタチオで、アップルチーズ。ピスタチオ、え、マジでセンスありますね、キャプテン。ちょっとね、ボリューム少ないけど、ちょっと可愛いでしょ。いや、だいぶ可愛いです、ね、え、すごいんやけど、見て、わかる？ほら、じゃあ、ちょっといただきます。どうぞ。うん、うまい。アップル入ってる、すごい。あの、角刈りリンゴみたいな。角刈り、角刈り、角切りでしょ。それそれ、その言い方すぎやね。角切りリンゴみたいなのが入ってる。熱血ね、熱血男リンゴ。うん、こうもね。はい、というわけで、やっとこのお店で、ね、
念願の番長3に座れた上に勝ちにプラスに持っていき、こんな美味しいバターサンドを食べれたということで、まあ全てにおいてね、今日のお昼のゲーム含めて一夜之助の勝利となります。どうだやって、これで何勝何敗？じゃあ、まあ、3勝1敗ですね。なかなかすることがいい。次回8月もうとりあえず朝の抽選から勝つっていうのがまた目標です。そこで次 どれぐらい目指します？これぐらいは引いたろっていう意気込みで30万円頑張ります。しかもなんか今日そんなとこにも見てるとこにも入ってたんで、やっぱり大都市かりじゃない三大構成しかりだいぶ良かったかなと思います。なんか結構昔から来てる常連さんの方でフォロワーさんが最近変わったっておっしゃってたから、嬉しい言葉やね、もお願いします。はい、こちらこそお願いします。はい、ではまた来月お会いしましょう。バイバーイ。とっておきのネタないんです。とっておきのネタ一発ギャグ使わせてもらいます。イメコトス。なんでちょっと待って、事故やな。あちょっと何て言ったの、今日人間コンパスって言いました。人間コンパスね。あ、なるほどな。あのね、あのみなが多分人間コンパスって聞こえてなかった。そうですね。耳を出すって聞こえてる。どういうことってな、今日の仕事に支障が出そうです、ね。